やーすごいね、これはすごい、これはすごい、これはすごい。喜多方といえば、はい、喜多方ラーメンです。山形県バイク神社さんです。ございます、るりこです。はい、ただいま新潟県の新潟市にいます。今日はこれからちょっとだけ福島の方に行ったりとか山形の方に行ったりとか、はい、ゆっくり行きたいと思います。今日も一日楽しみます。よし、ガソリンも入れましたのでスタートします。よいしょ、4522。何キロ走るんだろう今回の旅で。今1580弱走ってますね。スタート。ただいま時刻は6時前です。今日も早起きしてスタートしてるんですけど、午後から天気が悪くなる予定だったんですけど、意外となんか今のとこ晴れマーク続いてるのでなんとかなるかな。なんか昨日の佐渡島がすごく楽しくって、あれは本当に現実だったんだろうかっていうね、なんか不思議な感覚になってます。さあ、だいぶ田舎の方に入ってきました。やっぱりまだ朝早いから誰もいなくて気持ちいいですね、走ってて。あとなんかね、太陽の光がこうあのカーテンになっててめっちゃ綺麗なのよ、癒される。そしてね、寒いですね。ちょっと寒いから行きましょうね。旅中は服の洗濯が難しいですよね。いやでも今回ね、この持ってきた装備は大正解だと思うんですよ。このメッシュジャケットにもなるこのジャケットと、まあ、パーカーは普通にねバイク降りて歩くときにも違和感ないようなこのパーカーで、これが防風の薄いねインナーなんですけど、この下にこのウルトラライトダウンを着るというね、これが私のフル装備です。これ以上寒かったらどうしよう。はい、めちゃめちゃ山奥に入ってきてます。なんでこんなとこに来てんだろうって感じですよね。私もそう思う。お、来た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 、ここここここすごい、ここです。おお、このトンネル、そんなに長いの？トンネル。すごくない？ここがね、新潟県の東赤谷連続ドームって読むのかな？え、すごい。ここが日鉄工業関屋工業所専用鉄道スノーシェットっていう名前のところみたいですよ。特徴的なトンネルが面白いなと思って一回来てみたかったんですよね。すごい神秘的だここ。なんかね、気持ち的に言うとラピュタみたい。よし、行きましょう。おー、すげー、うわー、いやー、すごいね、これはすごい、これはすごい、これはすごい、すごいすごいすごい、本当にラピュタじゃん。すごい、すごい、あー、これはすごいね。うわー、独特な雰囲気ありますわ、ここは。はい、ただいま福島県の喜多方市にやってきています。はい、喜多方といえば、はい、喜多方ラーメンです。喜多方ラーメンでね、有名なバンダイ食堂さんっていうところに今から行こうと思います。そこ朝7時からやってんのね、早い。あ、ここ、よいしょ。はい、バンダイ食堂さんの駐車場です。あー、着いた。ちょっと待って、ちょっと待って、定休日なんだが、定休日だったのに食べたかった、食べたかったよ。さ
どうしよう、どうしようかな。あ、でも口がラーメンの口だからな。ちょっと探します。はい、バンダイ食堂からほんとすぐの誠食堂さんにやってきました。はい、じゃこちらでいただきます。福島の道ってこんなに気持ちいい道がたくさんあるの？わー、湖だー。わー、気持ちいい、超綺麗、やばい。これがなんて読むんだろう、荏原湖って読むのかな。西吾妻スカイバレーという道に入っています。ナビやばくない？結構くねくねですね。今ちらっと見えたけど、まあまあゆっくりね、楽しもう。でも路面綺麗だから、こういう狭い道でも楽しいよ。あー、いいね。あー、気持ちいい。本当に早梅さん、こんだけ積載してても安定して曲がれるからすごいよね。パワーももりもりだしさ。さあ、こっからがなんかすごい道になってますよ。うわー、楽しい、楽しい。わー、すげー。お、山形県、山形県。はじめまして、山形県。この道もあのツイッターでね、教えてもらった場所なんだ。おお、すごい雪が残ってる。なんだこの景色。あー、すごい。どうやって撮ろうかな。ただいま山形県米沢市に来ております。米沢って言ったら米沢牛ですね。私が今向かっているところはですね、山形観光ってやったら1位に出てきたところに今向かってます。あー、いいね、こういうの、いいね、いいね。すごい、米沢か、初めて来たな。てか山形初めて来たからな。山形ってあと何が有名なんだろう。さくらんぼ。今からですね、米沢城跡っていうのと上杉神社っていうところに向かおうと思ってます。とってもいい天気で観光日和。私はですね、お城とかそういう戦国時代がすごく好きでですね、特に好きなのは織田信長なんですが、あの上杉さんに関しては全くのもって無知ですね。はい、なんかゲームのキャラクターぐらいしか知らないんですけど、でもやっぱ謙信さんは有名なんでね、ゆかりのある地をこれから練り歩こうと思います。こちらが上杉謙信さんです。謙信さん、迷ってます。ひとまず上杉神社というところにやってきました。あ、素敵な雰囲気ですね。なん
かお城の跡があるのかなと思いきや、そういうわけでもなかったみたいです。はい一通りねお散歩したので、お茶でもしようかなと思います。抹茶ミルクいただきます。いいね、この和な感じで抹茶を飲めるって美味しい。昨日はかなり爪爪でやってたんで一日バタバタだったけど、今日は割と余裕のあるコースだったし、もともともう午後はないものだと思って朝早く起きたので、逆に今早すぎてどうしようって感じでもまあバタバタしすぎても良くないし、こうやってのんびりできるのはいいです。じゃーん、お土産を買いました見て可愛くない、米沢牛と豆柴のタオルハンカチと、あと猫マサムネ、かわいい、かわいい。これはねバッグにつけようかなと、なんかこの辺につけようかなって思ってます。あれ今日伊達マサムネいたっけ、いなかったな、そういえば。あれ全然関係ないの買っちゃった今日見たの上杉さんなのに、まあまあまあ上杉さんは牛ってことで。結構のんびりしましたわ。いややっぱこういうとこはのんびりするのがね、時間気にせず見れるのがいいよね。実家にですねお土産を買って配送してもらいました、米沢牛。私も宿泊先の近くになんか米沢牛あればいいな。なんかさ結局さホテル行っちゃうともう動きたくなくなっちゃうんですよ動きたくなくなってもうコンビニのご飯でいいやとかなっちゃうんですけど、あるあるですか。まあ寝がね引きこもりだったので明後日からすぐでお仕事なんですよね。明日仙台入りするんですけど、なんかね明日の天気があんまりよろしくなくて、だったら最初に仙台に入っちゃおうかなと思ったんですけどね、もうホテルがね満室で、というわけでちょっとだけ仙台寄りの方の宿泊施設にしたので、そちらに向かいつつ、あともう一つ私が行きたいところにあるのでそこに行きたいと思います。すごい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 、あーすごい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 。ここが何なのかと言いますと、上杉家の代々の、まあ、お墓ですね。お墓がこのように祀られている場所です。こんなにお墓って写していいものなのかって感じなんですが、こちらが謙信さんのお墓です。よし、間もなく目的地ですね。どこだどこだ、おお、あったほらライダーの聖地、見て吉村だと思ったら違った、あ、総宮神社って呼ぶんだ、へえ、面白い。はい、こちらの総宮神社さんはバイク神社さんです。なのでこういう風にねライダーの聖地とかも看板があったりとかします。じゃあ早速行ってみましょう。境内にバイクが置いてあります。すごくないですか、初めて見ました。お参りしましょうかね。宮司さんの刀だそうです。お茶をいただきました。いただきます。ここはいわゆるバイク神社、神社じゃないか、あ、神社ですか、あ、バイク神社みたいな感じですか。一回貼らせていただきます。これが可愛いですね、ちょうどいいサイズ感。お願いします、はい、これで、はい、はい、早速お守りをつけました。可愛い、ちょうどいいサイズ感ですね。こりゃライダーさん集まりますね中でゆっくりさせていただきましたけど、土日だと200台ぐらいいらっしゃるみたいです。でも近くだったら来ちゃうな面白かった。
ではでは、私はこれからホテルの方に行きたいと思います。今日はここの山力さんで食べようと思います。あ、そうです。はい、どうぞ。ありがとうございます。うん、そう、焼酎もなくなったら出すから続いていますよね。一度に入ったものと検索機問題が発覚した際には返済中と中途分野の方で今日はね、だいぶ早めの早めの行動で時間に余裕があるので、この後ゆっくりお風呂に入って、で時間見つけて編集をできたらして寝ようと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。だねー、バイバーイ。Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?